どうも、こんばんは。カオスシードを続きやっていきます。前回ね、怒涛の回の方をクリアしたんですけど、確か謎靴のこの最後のやつで、怒涛の、なんか頭ない人みたいなのが出てきてたような気がするんで、ちょっとこっちからやっていきます。これが謎靴20、招かれざる客。流血路に5000振り込むこと。なお、1000振り込むたびに敵が侵入してくるので、べて撃破すること。制限時間99ターンですね。で、やっていきまーす。あと、始めましたね。流血路に5000振り。1000ごとに、100プラス倉庫倉庫3レベルチーズだい。侵入来るっていうんで、一番遠い祖母から来ると。なんで、さあ、部屋を作ったらいいのかな。ちょっと待ってください。あれを、風水を選べるんで。攻撃部屋はちょっと船雷な策つけたいんですけど、細かい条件わからないんで、とりあえず前作ったよやつ参考かなと。6122、なんか土の位置がいらなかったような気がするんですけど。で、火6ぐらいつけるんで、別のこっちの玉光砲火 火5、あ、こっちで土1金1水か、うん、つけちゃおうかなーって思ってます。水がないですね、このあれ。あ、卵がある。何かしらあれさあ、光があった。ちょっと待って。こんな感じ。オレンジですかね。うん、これはひぃな感じ。しゃべった喋った。一匹ヤドリかな。こっち来んな。あ、かわいい、かわいい。あら、かわいい。バカ寄せっての。何言ってんのよ。大丈夫よね。ピーあと、ほら、社員ですもん、こっち来て。やだ、気色悪い。はい、社員です。何してるの?いっぴ。なんか、喋るたびにちょっとつ。あと、あら、あら、この子社員ですのこと気に入ったみたいよ。
なんでそんなことわかるんだよ。だってそんな気がするんだもん。だってこれから一緒に行動するのに名前がないのはかわいそうよね。一緒に行動するのか。流れおかしくなかったですか。さてこれから一緒に行動するのに。当たり前でしょ。それともこの子一人だけここに残すっていうの。あなたそれで人として心が痛まないの。いやっていうか、わかりました。ならよし。さ、名前は何にしましょうか。もうねえ、あなたピーピーって鳴くから、なんでしょ、いい、なんていうの、ピーちゃん。キャデリーヌはおかしい。キャデリーヌ。どこの人、どこの人っすか。ああ、そりゃ4文字超えてるからダメだね。そうですね。一番初めの名前つけるときは、ヒロインさんとか主人公とか、ね、相性とか4文字だけだったんで、確か。あ、4文字ですよね。6、4文字か。名前はつけれません。4文字超えてる。何よそれ、どういう攻撃。いや、それは俺に文句を言われても、システムなんで。じゃあぼっちにしましょう。じゃあぼっちにしましょう。一人ぼっちとかのぼっちとかじゃなくて、多分、ダイダラぼっちとか、ああいう系でしょうね。ダイダラぼっち。ダイダラぼっち、はい。ネーミングセンス10点。10点をあげます。何か言った？え、何？じゃあ、一緒に頑張りましょうね。いい！よーし、頑張る。俺たちは奇妙な卵から生まれた。これまた奇妙な人というのを問い出せ、だから、行動を共にすることになった。頑張るぞってことだね。ふざけ、結構ふざけてきましたね。ぼっち強っ。え強ないですか。知力、まあ、知力少ないのはいいとしても、他のパラメーターなんか、2倍ぐらい違うような気がする。あ、2枠使うんですね。もうグループ1にはもう召喚は入れれない感じか。はいはい。これで、あ、出た11で、あ、右上見てください。技滅死戦、メッシ戦。多分目からビーム吐くやつですよ。目からビーム。あ、こんな。なんで色違うの？とかはない。なるほど。よし、じゃあ、まず部屋を作るのと、あれですね、召喚もしときましょう。こういうことか。いいや。
交換する戦術を決定してください。漂流戦。一回読んだらもうグループ作る。砂宝石の方がいいです。砂宝石の方がいいのか。砂宝石が先端19、漂流戦が先端20にしか違うはないのか。速さ14。あー、ただよし、スーザン欲しいでしょ。レベルを決定してください。グループを決定してください。名前を決定してください。ああ、そう、よ、4文字です。4文字ですよ、ここ、ほら見てください、上。4文字しか無理で、文字までしか無理で、はい、で、だから何しかキャデリーノン縦とかでいいじゃん。カンカン。よし、ここに上と下の通路を含むように攻撃をつく。あー、作れないのか。どうしよう。でも確実にやりたいので、あ、ちょっと待てよ、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあじゃあちょっと左側に作りましょうか。この左側の縦のやつと、右の角敵の間ぐらいに場所を決定してください。あ、変すっごいな。あ、ここも引っ張いけるかな。どちらを選択しますか。行きましょう。出しまう、これからどちらを大きさを決定してください。場所を決定してください。はい、この辺で。決定ですか。場所を決定してください。攻撃部屋下から決定ですか。わかんない。攻撃部屋で、はいはい。ここが金属製の部屋で、めっちゃ入ってきてる。あ、ここ土か。なんで火と扉付きの火と金と扉付きの水がいります。火と金はは何？練炭から伸ばして削岩からもう一個伸ばして、練炭から炭に行きたい。ですかね。どちらを設置するか決定ですか。そう。あら。これ。集計タイムです。強化する部屋を選ぶ。あ。どちらを選択しますか。
足りません。バビさんを空山奉仕って天候口潰せましたっけ。ダメですね。呼んだらいいか。連単はまだちょっと配りたくないので、ルートを決定してください。この上だけ、上だけこう割ってもらう。トラップを位置を決定してください。トラップをセーブしました。あわ、強化する部屋。あ、始め、どちらを選択しますか。50個あったらもうこれいけてますよね。セーブしました。あ、違いますね。そうで、どちらを長さを決定してください。決定ですか。あ、え、消せる。あ、そう、あえっ間違いです。あ、もう、OK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 。そうですね。で、どちらを長これで飛び。エネルギーはどちらを選択しますか。エネルギーが。カイトの策が。カイトの策が。くれ。戦闘開始。戦闘終了。うわ。あれなんか一旦見。あ、やめて。攻撃しないで。通路を作って。決定です。で、あと水ですね。そっか。戦闘開始。上にするか。何作ろうかな。戦闘終了。レベルアップ、レベルアップ、レベルアップ。連単かな。何作れたら連単作りたいですね。おい。竜のリュック。竜のリュック。これで一気に先端を運べるように。で、召喚部屋に行って、召喚する戦術を決定してください。どうしよう。まあ、そんなに多分、長いターンやるわけじゃないと思うんで、ちょっと、の速さは、早い人骨戦。ああ、バミオ。なんか硬いんか。いや、もう牛気戦でいきます。はい。ジンタ。ウドウ。イェイ。イェイ。ゴロ、ゴロにしよう。ゴロ。じゃあ、あと見て、どちらを選択しますか。いや、やります。痛くなってる、痛くなってる。
ああ。Y ボタンかな ?Y ボタンで。ここにちょっと。どちらも政策大きさを決定してください。場所を決エネルギーが足りません。ちょっと若干色わかんない。多分黄色と緑だと思うんですけど、あたりの色がちょっとよく。わかんなくて、左上の方は多分これ左上のエネルギー先端、うん、水ができる。あのやつはあれは これでいいんじゃないですか。出るいない。180です。大きさどちらを選択しますか。いや、じゃあ待ってちゃい。ここっすね。あるから、どち大きさを決定してく、場所を決定してください。あー色がと、あっ、うん、出る。大きさをどちらを選択しますか。大きさを場所を決定してください。大きさを場所を決定してください。大きさを決定してください。場所を大きさ場所を決定してください。あれ、さっきこの辺で。水は？お？大きさを場所を決定してください。ここ？大きさを決定してください。エネルギーが足りません。ここに水を作ります。場所を決定してください。決定ですか？さあ、待つとちょっと変わっちゃうんで、まあ、言うでしょう。後ろくらいは今いいです。先端。4個か。集計タイムです。はいはい。強化する部屋を選んでください。で、まあ。からこう、こうって形。どちらを選択しますか。あ、温泉ライ使いますね。エギーセント。いけるの。なので
前が61220だったの、上から。で、今これ63200になってるんで、612あれば、とりあえず、いける。こっちもいらなかったと思う。なんか。うん。死んだ。はい。じゃあ、3やった。頑張って。よし。段を上げました。生産、エネルギー生産力ついて。結構いろいろついて。ファイト？耐久力回復。あ、頑張ってる。マジか。どちらを選択しますか？3、ここなん。いや。生産。どちらを選択しますか？ああ。うん。まあ。また行軍。ルートを決定してください。ループしていませんがよろしいですか。ええ。天候口を壊してほしい。やばいな、6って どんぐらいな。トラックを位置を決定してください。これ上からこう道できるか。エネルギーを通こっちからは。どちらを大きどちらエネルギーあ、いけそう。いけそうじゃないですか。どちらを選択しますか？あ、こっちでいい。こっちでいいよ。上から行きましょう。60。足りないような気がする。戦闘終了。目的部屋が攻撃されています。もうあそこボロボロじゃないですか。今日もなんかしばかれてた気が。戦闘終了。はい。そうですね。大きい麻の布。わあ。飛びできそう。やった。まあ大丈夫でしょ。やつさんにエネルギー114返しに。どちらを選択します。長さを決定して、結構これぐらいの長さで。あ、どちらを選択しますか？横長さで60なんで。
どちらを、長さを、どちらを選択しますか。どちらを、長さを決定してください。これぐらいで、どちらを、長さを決定ですか。扉ついて、あっしゃ、ついた。よしよし。あー、どうしよう。なんかちょっとあと1体ぐらい、グループ2の巡回に出ちゃいたいんですか。ないんですかね。召喚する戦術を決定してください。エネルギー運べたらいいんですか。火力戦少しない。修復の装備があれば。剣老戦レベルを決定してください。グループを決定してください。名前を決定してください。よしよし。これで、エネルギーはほとんどないんですけど、まあ準備はできたかなっていうところですね。ちょっと欲しい。どんか。集計タイムです。味方編成まず先端をここから、この連単から生産直難しいなこれ。はい、決定ですか。はい、まあ一旦で一周できるでしょ。ミレットで40取ります。40配ります。先端で30と、40か、95と。強化する部屋どちらを選択しますか。セーブしました。トラップ1を決定してください。トラップこれでセーブしました。これでいきましょう。
どうしよっかな。完了まで明日。のスコアアタック20ないよりはかなと。はいはい、戦闘終了。だからビーム落ちなってんから倉庫部屋が一番右に書いてる。変な戦闘開始。戦闘終了。レベルアップ。なかなかコミカル。あ、いろいろ取れます。よし、ちょっと買っちゃいます。おう、あとどこで危ない怖い怖い。シュラの紋章の刻まれた刀、装備すると攻撃力が上がります。え、これあれかな、え、あれ、これ、これ謎靴でしたっけ、謎靴さんでしたっけ。だからあってキャンセルしちゃう。で、王騎天国の鎧を持ってって、黒天の護符は持ってって、えってヒロイン装備できるんだっけ？あ、いける。じゃあ、持ってきましょう。はい。これで結構、こうな装備になったんじゃないかな。ほら、力もついたし。よっ。よっしゃ。お強101か。大きい鎧、まあ大きい、うん、鎧はつけといてもらって、ジュラと主人公多分ハマの巻物でいいんですよ。ああ、遊びで杖で、かな。めっちゃ知力上がりますけど。めっちゃ知力上がりますけど。よし、
間が集計タイムです。強化する部屋を強化する部屋を強化してどちらをで、こっちにあれついてまずどちらを選択しますか。いる先端が足りません。あっこいるはい、16上がるじゃん。93どちらを選択しますか。38ぐらいは、ね、あるんだ。強化する部屋38はどちらを選択しますか。なんで3と36なんかね、ここ道2つついてるんですけど、これは使えるのかな。道着もちょっと、あ、水どちらを選択しますか。はい、どちらを先端が足り召喚部屋が攻撃されています。まあちょっとしばらくは倒したりとかでどうぞします。の杖だよ。戦闘開始。戦闘終了。振り込むエネルギーを決定してください。どちらを大きさを決定、どちらを長さを決定してください。あ、これビル裏側回せどちらを選択しますか。ですけど回しました。どちらを選択しますか。長さを決定してください。
ちらを選択しますか？生産からレンタルでここぐるーっと回そうと思った。あまり良くなさそうです。やめとこう。集計タイムです。強化する部屋を選んで。あ、転送が終わった。どちらを選択します。どちらを方向が分かるようになった。あ、次で。これで、ね、結構。どちらを選択しますか。どちら先端が。どちらを選択しますか。先端は止める。いや、もう先来にしちゃおう。はい。で、味方ルートを。ルートを決定してください。ループしていませんが、よろしいですか？セーブしました。よしよ、来いや。全然侵入してこない。バンは ありがとう。ナイス。最後かな。あ、右。右ここすごい固まってるのをなんか作りたい。なんとかいけるかな。大きさを決定してください。どちらを選択しますか。この辺上から作るのかな。こういう形ない。どちら大きさを決定します。エネルギーが足りません。大きさを場所を決定してください。エネルギーが足りません。エネルギーが足りません。上からでいいか。さあ伸ばしましょうか。そうな気が。どちら大きさ、エネルギー、場所は大きさを決定してくる。どちらを選択しますか。上から部屋作って、あの下のあのなんかすごい固まってるところに。いいぞ。来ない。はい。集計タイムです。強化する。どちらを選択。あれ。どちらを選択しますか。どちらを選択。
ではもう行きます。はい、一旦。どちらを選択しますどちらを選択しますか。どちらを選択しますか。どちらを選択しますか。セーブしました。もうちょっとあれですね、相当相当さ、どちらを選択します。大きさを決定し、エネルギーが足りません。場所を決定してください。右下はエネルギー、おいいじゃん。決定ですか。はい、なんでないです。味方が挑戦中です。ああ、レベルアップ。戦闘終了。レベルアップ。うわーってやってます。パニオ君が。おい、センター持ってくれてる。ちょっと待って。それはあかん。これはあかん。それはあかん。生産部屋が攻撃されている。ダメで。ふざけんなよ戦闘終了。おー、はあ、おい、戦闘開始。これはひどい。戦闘終了。レベルアップ、レベルアップ。うん、あの召喚部屋ましょう。これはに やって、どちらを選択します。大きさを、場所を決定してください。大きさを決定して、場所を決定してください。こういう感じで、どちらを選択しますか。どち、大きさを決定してください。場所を決定してください。番。決定です。場所を決定してください。エネルギー、ギアポイント、場所を、大きさを決定して、場所を決定してください。召喚部屋だよ。大きさ、エネルギーが足りません。場所を決定してください。ちょっとコンパクトにまとまっちゃうと。決定です。場所を決定して、決定で、場所を決定してください。決定ですか。場所を決定ですか。場所を決定してください。大きさを決定してください。場所を決定してください。大きさを決定してください。場所を決定してください。はい、いいんですけど。どちらを選択しますか。待ちましょうか。集計タイムです。強化する部屋をどちらを選択しますか。ああ。そっか。あれですね、壊されたから。強化する日、どちらを選択します。
どちらを選あれっすね、あ、部屋壊されたから。ルートを決定してください。ループしていませんが、よろしいです。セーブしました。トラ、位置を決定してください。大きさを場所を決定してくれ。大きさ場所を決定してください。いや、しょ。決定ですか。これで2グループできるようになる。いや、はい。召喚する戦術を決定してください。計だけつ。この辺に湧いちゃう。戦闘終了。戦闘開始。戦闘終了。あとは戦闘終了。レベルアップ。戦闘開始。戦闘終了。レベルアップ。うん、下ってる。集計タイムです。強化する。どちらを選択しますか。1足りない。どちらを耐久力上げましょう。29。ルートを決定してください。いや、もう全員タンクバルマンですよ。決定ですか。さあ、ルートを決定してください。さあ、もう回ってほしい。
ルートを決定してください。いや、ルートを決定してください。ルートを決定してください。ガガビさんの方はルートを決定してください。でしょう。決定ですか。強化する日、あとはどちらを設反能力連単部屋か。あそこは前に戦闘開始。やり方した。戦闘終了。やったぜ。召喚部屋が攻撃されています。あ、やばいんじゃない、あれ生産。味方が危ない。64なんで、なんで あれですね。集計タイムです。強化する部屋を選ぶ。どちらどちらを選択しますか。愛のつ これなんからもうちょっと何言ってほしいの。
清水。ルートを決定してください。ループしていませんが、よろしいですか？決定してください。ループしていませんが、よろしい。トラック位置を決定してください。トラックをセーブしました。そろ一回黙りそう。召喚部屋が攻撃されています。流血路に戦闘開始。戦闘終了。どこだと思う。まだ別の生き物になるんですか。どうし、エネルギー5秒も経ったんだ。あー違う、召喚する戦術を決定してください。うちとウサギどうなん？わからないんですけど。集計タイムです。そう、つルートを決定してください。ループしていませんが、よろしいですか？ひたすらぐるぐる。セーブしました。トラックの位置を決定してください。まあ、多分こっちから来ると思うんで。トラックをセーブしました。強化する部屋、どちらを選択しますか？どちらを選択しますか？100
どちらを制作どちらを選択しますか？どうせめいつもいつもバカにしやがってタコだと思って舐めるなよ。何よけおい赤い属性ついてんのこれ。おい嘘。おっ危ねえ。おわっやめて潰すん部屋はい、せっくつない。ああ、ちょ、多くないですか？おいおい。絶対そんなんちゃうかったやん。なんだお前ら。なんだじゃない。いつもいつもケチらしやがって、欲だと思っていい気になるなよ。大事なのはテクニックではない。強い量だ。積もり詰まった積年の恨み。どうこそ晴らさせてもらうぞ。かかれおかしいし、おかしいし、おかしいし、なにこれ。どうぞ。大体は、全然強くないですね。戦闘終了。殺す。あ、タコはタコだよな。お蓋もない。大変でしたね。微力ですが、僕の力を貸しましょう。あなたに大事な覚悟がありますように。戦屈の戦術がありました。で、部屋を修理してほしいんですけど。あれ壊れたままですよね。ほらほらあの下の生産部屋、ちょっと、地味に助かってたんですけど。わ。で、開くの？うん。はい。必ずこの。120。
あ、まあさっきの撃破ボーナスでまた1000なので、召喚する戦術を決定してください。次のターンかなと。レベルをグループを決定してください。レベルをグループを決定してください。どうぞ。名前を決定してください。めっちゃある。ああもうちょっとこういうことするすぐ。あ、うん。最高だな。はい、動線の服。なんかそう。集計タイムです。評価どちらを選択しますか？もうあとこれでパスもらってって繰り返すんだ。ライトレンジガンだけで。やろうか。医療センター。赤字ですがよろしいですか？赤字。やったれ。先端が。ここかも。もういいで。トラップを位置を決定してください。セーブしました。じゃあエネルギー振り込むエネルギーを決定してください。あー、また OK か。この仙窟の奥底には、古の最大暗黒魔法の奥義の書が眠ってるという。息がちょっとすごいです。最大暗黒魔法って。古の最大暗黒魔法って。あとこれに竜のとかついたらもう最高のやつですよ。多分。じゃんけど。何が何でも手に入れて不動の地位を築くのだ。行くぞ。地位か。高速。た時に部屋とか何も、うん、壊さないんで、前のやつよりはどうでしょう。ベンドリー戦闘開始。はい、アボーナス。山がこの前屈ある時間。あ？
ということは我の前にも、ということは我の前にも魔導奥義の書を求めてこの汚染窟にやってきた者がいたというのか。探し物じゃなかったけどそういう奴らいたよ。でも今回は、いや、助かったぜ。さっきのハゲのやつとかいいね。フラグではない。なるほど。そやつらを退けたゆうくらい、退けたというからにはなかなかの実力者と見た。出会え、じゃ、まあな。ほらー、これは我々も手を抜くわけにはいきませんね。うむ。ライライ仲間たち。ライライですかね、あれ。もう全部こういうパターンでいくぞ。おい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 。剣士のデフォルトの隊列の並び方。我ら同天福は魔法協会28名お相手つかまつります。我ら同天福は魔法協会28名28人います。これ数えませんよ、絶対数えませんよ。なんでええわ。なんで数えまんやったん。わからん。やったやだよこれ。九段どんなんじゃっけ。あーこれか。プラさんが死んじゃう。はいし。おいどこいんの今これ。これどこいんの。マジで。あかんって。あかん、死ぬ。ちょっとマジで、ちょっと待ってこれ。あっふざけんなよ、やりすぎっしょ。うわちょっとたいちゃん、あったという。っていうことでね、エネルギーを挟んで入れて、またイベントをやったいと思います。振り込むエネルギーを決定してください。これこの戦窟の奥底には、イニシエの最大暗黒魔法の奥義の書が眠ってるという。行くぞ。はい。おい。おいですって、あれ。のように地方をぐるぐるかなさそうな。キハボーナスだ。バンク魔導王国魔導王儀ライライ多いって人は違って結構相手に強いですもん。せんでええわ。せんでええわ。なんでやねんみたいな。ちょっととりあえずこれは味方のカップみたいに。おいさくらさん、さくらさん、さくらさん、
マジでマジでマジでこれの巻物大攻撃、巻物大攻撃、よしよし、おお、うん、ナイツとそんなもの大変でした。ああ、うわー、どういうことなんだろう。1回目で大したことないよって言って、そこそこ強いのぶち込むっていう。戦闘終了。よいしょ。残り3000ぐらいですね。振り込むエネルギーを決定してください。タクシーことですね。龍華兵士のやつらは結局目だったか。だが我らは一味も二味も違うぞ。待っていろ、どうせん。あんな妄想しましたっけ。こう並ぶとちょっと戦士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 はい、やったらあかんような構成します。
ああ。なのよ、この問題。問題って、あれですよね。謎屈20の問題って。どうやら最初に入ってきたが蹴散らされたようだが、我らも同じと思ってもらっては困る。西洋の味を思い知らせてやる。女の後ろに隠れてよく言うよ。できるものはやってみろ。なんかこれ女の後ろに隠れて前に増えたような気がする。女を前に出して後ろで威張ってるようなやつがよく言うような。キリあるかも。あ、そうだ、いい加減その格好をやめたらどうだ。あ、なるほどね、変装でした。私この格好気に入ってるのに。どんな格好でやっても私の強さは変わらなくてよ。この前の人、男性ですかね。私も前々から気になってはいた。馬鹿にされてはかなわん。から戻れ。いや、今更後悔したって知らないからね。まあまあまあ。波打ち。はい。どうするのよ。ないんですか、余計なこと言うから。厄介なことになっちゃったじゃない。だからだって、あるとか言ってたじゃないか。それとこれとは話が違うもん。意味でも違わないっての。それに姿が変わったところで、さして違いないだろ。私、あの人たちは、スマッシュとか言って突っ込んでくるか。またゲーム的な話してる。早く、早くも仲間あれか。いや、あの世で、やるんだな。喋り方まで違ってるぞ。あ、もう、いや、マッシュで。まだでも、さっきよりは、戦いやす。はないか。主人公どこいるか分かんなくなるんですけど。やばいやばい、ハマってるハマってる。待って待って待って、大回復した。また。レベルアップ。レベルアップ。レベルアップ。なんか言えよ。これであと1回ですか。戦闘終了。
幕出ない日。戦闘開始。よって全然出ないことある。戦闘終了。レベルアップ。戦国の大岩。ライトかは今日はい、トラップを決定してください。位置を決定してください。トラップを位置を決定してください。はい、セーブしました。振り込むエネルギーを決定してください。これ最後ですか？あると思う。この地に古来よりこれさえ手に我がすごく剣を考える。ハボーナスへ。もう ゾロゾロってきて、何者だ貴様ってよ。こっちが言いたい。そっちが何者。そりゃ、こっちのセルフだっつーの。はい、まあいい。はい、いかな。何者であろうと、我らがそこを邪魔する者は、この刀の錆となる運命なのだ。そういう奴らは今までもたくさんいたけど、もっと大人数だったぜ。たった14人でどうにかなるかな。じゃあこの侍のセットだったら、侍セットだったら忍者がついてくる。まだ気づかぬか愚か者。あら、やっぱり我らが祖国の必殺の仕事に姿を見せてやってくる。わざわざ二人と思うじゃん。なんだ男すのよ、二人じゃない。ラヌアか。コブラかな。ラヌか。彼らが一族はその鍛え抜かれた肉体から一人で7人分もの働きをこなすことができる。さて、いずれたぞ。ほら。
そういうオチだったのね。やめろやめろ。ちょっとね、主人公どこにいるかわかんないですけど、右上にいる。早く回復回復回復しよう。あ、でもそんな一体一体は強くないですね。なさそうですね。減ってるけど。戦闘終了。レベルアップ。レベルレベルアップ。なんか言えよ。なんか言って。多分ボッと思うんです。あーあ、この巻き物はい。じゃあ、あとは、このターンになったら、残りの999エネルギー入れて、もうそのまま終わりですかね。あれ、なんか青色の土工とかも、というか、なんか流血路で戦ったような記憶もあるんですよ。あっち記憶のあれですかね、記憶の昔のことなんで。戦闘開始。記憶のああいう感じですか。戦闘終了。そろい。のことなんで記憶違いですか。誰か死ん。先住が死亡しています。無理で集計タイムです。強化する部屋をどちらを選択しますか。トラップを位置を決定してください。終わりかな。あ、怖っ。どうなるの？どうなるの感がすごい。いいじゃないですか。言ってないですけど。
これいけ。このスムリ。誰か回復メンバー入れといた方が良かったんすかね。あーでも回復攻撃部屋の機能止まりましたね。敵入れで多分戦闘終了。こいつ、墓地の色違い？大観。あ、何が起きたの？この声は、墓地だわ。墓地が話しかけて。私はかつて最小という。地で暮らしていた臨海というもの。この臨海さんがなんでこんな、しかも卵に入ってたんだ。最初には奇妙な風習、数年に一度町の娘が旅に出されるのです。なんだかのんきな風習ね。でもそれは表向きで、本当は旅に出された娘たちは町を守るため全員妖怪の生贄にされていたのです。生贄ですって。あいつがその悪い妖怪ってわけね。いえ、彼らこそはその妖怪に魂を取られ、姿を変えてしまったかわいそうな28人の犠牲者たちの集合体。私もあと少しそうだったの。あなた方のおかげで心だけは人間のままでいられました。なんとか助けてあげる方法はないの？こうなったらやるしかないんじゃないか。彼らの姓を立つというのですか？だってそれしかないだろう。こんな、この世のせいですら全うできずにいる彼らの生命を終わらせるなんて、このまま生きてたって意味なんかないだろう。だったらさっさと次に行った方がマシだと思うけどな。てんてんてん。わかりました。ではやってみましょう。でも彼らの強さは並じゃありませんよ。朝鮮とか中国のなんか宗教とか一般的なやつ、次にいたら、とか、輪廻的なやつってあるんですか？限定国とかに。え、どういう設定かわからないです。大丈夫？俺たちの潰す、じゃないって。ははは、おい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 ！複数いるとは聞いてないぞ。きれいに分かれてきた。いらない？あ、やばいやばい、端っこはちょっと。おかしいでしょ、今の。絶対狙ってやったでしょ、今の。
痛い。あ、でも攻撃はそこまで痛くないですかね。あの、囲まれなければ。いけそう、いけそう、いけそう。いけそう、なんとか。あ、右側全然見えないですけど。母さんが。いざます。おいくら。よし。強攻撃よ、よし。戦闘終了。いい。成仏してくれよ。ねえ、ねえ、ぼっちじゃなかった、林海さん。あなたはこれからどうするの？さっきの社員ですさんまで、まあで私、不病だったのね。林海さん、私ももう元の姿に戻ることは叶わぬ夢。それは卵の中にいた時かかっていた。でも一歩踏み出す勇気。この世界での生を終わらせ、少しでも早く次の人生を歩ませてあげること。それが私にとって一番の幸せ。今ならできると思います。何です。あなたに、元の姿の私見て欲しかったな。今までありがとう。そして、戻った。最初クイーン臨海の涙だよ。ゲームクリア。あー、あれが報酬だったんですね。臨海の涙。あ、終わりました。商品は出ないのか。派手だな。はい。じゃあ、謎靴の20、これで終わりました。ちょっとサクッとやって、他の謎靴もやろうとしてたんですけど、思ったより時間かかったので、今回はここまでにしたいと思います。ね、ちょうど、どこの回で出てきてた、聖書の、ね、坊さんたちが、いっぱい出てきます。謎靴はセガサタン版で追加された、これ何？追加されたコンテンツで、この回も崇拝版からセガサターンになるとき、途中追加されるらしいんで、この辺でこういうの入ってる。じゃあ、今回はこれで終わり。さあ、次回。でやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら、さよなら。